郡山市の観光庭園に来ています。こちらでは今花菖蒲が見ごろを迎えているのですが、こちらを見てみますと紫陽花も徐々に咲き始めていて、涼しげな雰囲気を感じることができます。水辺に咲いているのは初夏を彩るおよそ30万本の花菖蒲です。今年は暑さの影響で10日ほど生育が早まっていて、今月初めから見ごろを迎えています。今月3回ぐらい来てる、今度紫陽花が咲くから素晴らしいですよ。ここはいい感じですね。雨でも降れば長いね一方、今日の県内も日中はぐんぐん気温が上昇。伊達市柳川では猛暑日に迫る 34.5 度まで気温が上がるなど、各地で真夏並みの暑さとなりました。今日のお天気いかがですか？暑い。いや、暑いっすね。普通になんか熱中症になるです、これは。普通に連日の暑さで自宅でこの家電を使い始めた人も多いようです。お家でエアコンとかって今つけてらっしゃいますか？昨日からつけ始めました。子供が汗ばんでたので昨日からつけ始めました。これからの季節手放せないエアコン。ただ電気代の値上げも発表されていて、使い方を意識する人も多いのではないでしょうか。日本気象協会によりますと、ポイントは室内が暑い場合は窓を開けるなどして暖かい空気を逃してからエアコンをつける。また設定温度は28度を目安に、風量は自動、風向は上向きに設定すると効率的に室内温度を下げられるそうです。さて、今日のこの暑さで福島県内ではいわき市や南相馬市などで合わせて5人が熱中症で搬送されています。はい、明日以降も十分にお気をつけください。そして今日も真夏を感じるような暑さになりましたが、1週間後21日は農家さんもう夏至ですね。そうなんですよね。ちょっと今の外の様子を見ていきましょうか。はい、いや、まだ明るい、本当に日が長くなりましたよね。そうですよね。今日の日没なんですが、このあと7時1分でこの日の長さからも夏の足音を感じます。日中は厳しい暑さと今日はなりました。午前中に30度を超えたところもあって、県内21地点で真夏日となったわけなんですね。連日のこの暑さで皆さんそろそろ疲れが出ている頃じゃないでしょうかね。そうですね。そしてご覧の福島市でもなんですが、会津地方でも気温がぐんと上がりまして、これ現在の実況気温5時40分現在なんですが、会津若松まだ30度上回っているんですよ。まだ30度以上ですか。昼間の暑さではなくても明日朝にかけて湿度が高くなるためムシッと感じられそうです。夜も熱中症に注意が必要ですね。そうですね。そしてこの暑さですが、6月としては来週ある記録が福島で生まれそうなんです。この後6時32分頃からの天気予報で詳しくお伝えします。